ホワイトハウスのジャンピエール報道官は23日、このように述べた上で CDC ・疾病対策センターが原因の特定に取り組んでいると強調しました。CDC によりますととマククドドナルドのハンンバーガー・クォーターーガォタパウンダーが原因とみられる 腸管出血性大腸菌 O157 の集団食中毒は西部コロラド州や中西部ネブラスカ州など10の州で発生しました先月27日から今月11日までに合わせて49人の感染が報告されこのうち高齢者1人が死亡しています具材の玉ねぎが食中毒の原因になった可能性があると見られていてマクドナルドは食中毒が発生した地域などで クォータータパウンダーの販売を一時停止しています。